Spinner. Good morning, ケリーアンです。8月8日火曜日、世界で今起きていること。世界初の無公害列車の運行がスタートから1年を経て頓挫することになりました。ただいまデイリーブリーフではリスナーアンケートを実施中。詳細は概要欄に記載しています。デイリーブリーフリスナーの皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。このポッドキャストデイリーブリーフでは世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。ドイツは水素電車を諦めた。2022年7月にドイツ国内で始まった世界初の水素列車コラディア・アイリントの運行が停止されることになりました。コラディア・アイリントはフランスの鉄道車両メーカーアルストムが製造しており、同型車両は現在カナダ・ケベック州でも試験走行に使用されています。今回の計画頓挫の背景には、専門知識を持つ運転士が不足していることなどが挙げられています。世界ではロシア・ウクライナ戦争による原油不足を背景に、水素を燃料とする鉄道の運行計画が進んでいます。アメリカ・カリフォルニア州では2022年、都市間移動を目的とした水素列車が発注されたほか、日本でも2030年の営業運転開始を目指した試験運行が実施されています。PayPal、ついにクリプト市場に参入する。PayPal は独自の仮想通貨、PayPal USD を発行すると明らかにしました。PayPal USD はビットコインなどのように価格変動が大きい仮想通貨とは異なり、アメリカドルと連動したステーブルコイン、イーサリアムのブロックチェーンと互換性のある規格を採用しているため、一般の仮想通貨ウォレットやアプリなどでの管理も可能だとされています。近くアメリカの一部ユーザーを対象に試験運用を始める予定で、PayPal での支払いや送金、PayPal でサポートされている仮想通貨との交換などが可能になる見通しです。大手フィンテック企業が独自の仮想通貨を発行するのは初めてで、今後の動きが注目されています。仮想通貨をめぐっては、EU ヨーロッパ連合が来年6月末から規制を導入することが決まっています。イーロンの後継者候補がテスラを去った。電気自動車メーカーのテスラは、CFO 最高財務責任者のザック・カークホーンが退任すると発表しました。カークホーンは過去13年間にわたってテスラに在籍し、2019年の CFO 就任時には赤字続きだった同社を立て直したことで知られています。イーロン・マスク CEO の後継者候補とも目されてきました。マスクはザックに対する感謝をツイートしています。同社は今年後半にサイバートラックの発売を控えており、テスラ株は一時 4% を超える下落となりました。人気 YouTuber、 自分のハンバーガー屋から訴えられる。登録者1億7000万人を超える人気 YouTuber のミスタービーストことジミー・ドナルドソンが、自分の名前を冠したバーチャルレストランミスタービーストバーガーの運営会社から1億ドルの損害賠償を求められています。この会社バーチャルダイニングコンセプツは、ミスタービースト側が宣伝やプロモーション活動などの契約上の義務を果たしていないとしています。ちょうど1週間前、ミスタービーストはバーチャルダイニングコンセプツが提供するハンバーガーの品質が低すぎるあまりブランドを傷つけたとして、取引関係の終了を求め提訴していました。ミスタービーストバーガーはパンデミック下のアメリカで一時はおよそ300店舗のデリバリーレストランチェーンに成長。2020年9月に実店舗をオープンした際には、ファンが前夜から並び1万人以上が集まる人気ぶりを見せました。新作の公開を待たずに死去。アカデミー賞5冠に輝いた映画フレンチコネクションや、大ヒットホラー映画エクソシストなどを手掛けた映画監督のウィリアム・フリードキンが7日死去しました。87歳でした。高校卒業後にテレビ局に就職し、1967年にソニーとシェールのグッドタイムスで劇場映画監督としてデビュー。
悪魔に取り憑かれた少女を描いた1973年のエクソシストではオカルトブームを巻き起こしました。数週間後には新作映画の公開が控えていたということです。デイリーブリーフは皆様のご意見をもとにより良いコンテンツにアップグレード中です。引き続きパートナー、リスナーの皆様のご感想をコメントなどでお待ちしております。ケリーアンでした。Have a nice day!